シカゴのイタリ製産社大聖堂は、アメリカ製教会中西部主教区のイタリ製産社を記憶する大聖堂である。20世紀で最も影響力のあった建築家の一人、ルイス・サリバンが手掛けた数若い教会堂のうちの一つ。1903年に性別され、1976年にアメリカ合衆国国家歴史登録在、1979年に、 シカゴの歴史的建造物に指定された。1895年に新京街道の計画が発案され、ロシアの政務会員の資金で建設事業が実施された。ロシア皇帝制ニコライニセ世が資材を提供したほか、ロシアに投資を行っていたアメリカ合衆国の発明家、実業家、サイラス・マコーミックや、1893年のシカゴ・バンコク博覧会で、 聖教会の礼拝堂を知ったシカゴ市民からも寄進が寄せられた。設計は当時のアメリカで最も著名な建築家の一人となっていたルイス・サリバンに委ねられた。小規模で親密な建物が望まれたとも言われ、機能主義で知られるサリバンは多くのロシアの現代的な教会堂を研究するも、結局シベリアとタルスカヤ地方の木造教会の記録資料をヒントとして、 設計を仕上げたとされる。1902年3月31日に、提訴1903年3月25日に、モスクワ総主教聖ティーホ本により、聖書された。1923年に、主教座聖堂に昇格し、1970年代後半に、司祭官とともに、シカゴ歴史的建造物及び、国家歴史登録財に指定された。 レンガ作り漆喰仕上げの大聖堂は時代を経るに、連れて改築を重ねた箇所が多く、サリバンの設計に忠実な姿へ復元し、また教区コミュニティに利用しやすい施設にしたいという要望を受け、建物の全面的な改修が開始されている。2009年時点では屋根及び漆喰の修復が終了し、暖房設備も新たに導入された。今後の改修事業では屋根、 金物、窓周り、正面の天外、漆喰の改修などに、総額200万ドル程度が見積もられ、資金集めが行われている。ウクライナビレッジとして知られる地区の正教神と共同体のための二つの教会道の一つであり、同地区の周焉部に位置している。正面の首郎、八角形のドームをいただく方形の神道を、イコノスタシスで、内陣から区切られたイタリ聖書など、 基本的な形式は、聖教会の聖堂の典型を踏襲している。外観も、地方の聖教会の聖堂と同様、一部サリバンによる装飾を除き簡素である。内部は、サリバンの手を離れており、キエフの聖、ボロディームイル大聖堂の壁画に基づく、絵画、金の周り縁などで豊かに装飾されている。イコノスタシスは、ロシアで製作され、1912年に、 当時のアメリカ合衆国の中国大使、チャールズ・クレーンにより寄贈された。ロシアの田舎にありふれている、教会道の特徴とサリバンの近代的感性が、調和を生み出すことなく表現されており、サリバンの商品としての評価は高い。教会は初期には、シカゴのセイジョンの精神的指導のもとにあった。アメリカ製教会中西部教区の主教座制度として使われており、 ジョブ大主教が奉職している。長子祭所ナダムキヨが主任司祭となっている。教会では信仰によって行われる日常の方針例が行われており、今日でもシカゴの聖教会コミュニティが誇りとする教会である。ありがとうございます。